死索上核は床下部の一つの神経核。思考差のすぐ近くにあり、約3000のニューロンからなる。死索上核には神経分泌ニューロンが含まれている。この核には神経ホルモンであるバゾプレシンあるいはオキシトシンを含む神経分泌ニューロンの細胞体がある。そこから軸索を伸ばし下水体構用に投射し、毛細血管に神経分泌している。 床下部の底部にあり、思考差の外側に張り付いた密集した細胞群からなる核である。ラットの試作上核の単一ニューロン活動は電気的に記録できる。この神経分泌ニューロンは、下水対抗用の電気刺激により逆光性、活動電位を示すので同定される。試作上核で同定した神経分泌ニューロンは2種類の発火パターンを示す。 一つは、相的発火パターンを示すニューロンでこれは、バゾプレシン分泌ニューロンと分かっている。もう一つは、連続的発火パターンを示すニューロンでこれらの大部分は、オキシトシン分泌ニューロンと分かっている。このバゾプレシン分泌ニューロンは、高ハリ食塩水を投与すると選択的に、発火頻度が上がる。オキシトシン分泌ニューロンは、乳房内圧が上がる直前に選択的に、 発火頻度が上がる。ありがとうございます。